おはようございます。これより本会議を開きます。本日の議事は議事日程第6号により進めることにいたします。日程第1、議案第61号から議案第88号までの以上議案28件を一括議題とし、これより各常任委員長の報告を求めます。まず最初に環境福祉委員長山本議員。山本議員、皆さんおはようございます。環境福祉委員会に付託されました案件の主な審査の経過並びに結果のご報告を申し上げます。まず議案第61号令和2年度松阪市一般会計補正予算第2号のうち、歳入と歳出第2巻、総務費第3項、戸籍住民基本台帳費、同第3巻民生費、同第4巻衛生費、同第10巻教育費、第4項幼稚園費でありますが、総務費に関しまして、戸籍住民基本台帳一般経費について、デジタル手続き法の施行に伴う回収内容はとの質疑に対し、国外転出者による国外でのマイナンバーカード公的個人認証の利用を可能とするため、国の全額補助を受け、システム改修を行うとの答弁がありました。民生費に関しまして、保育園管理運営事業費について、その概要はとの質疑に対し、国から補助金を受け、各園でのコロナウイルス対策に伴う消耗品や空気清浄機の配備を行う、また、保育料の減免に伴う財源振り替えで、4月15日から5月31日まで、登園自粛された方への返金と、昨年の収入と比較し、20% 以上収入が減っている方を対象に保育料の減免を行う、申請は8月1日から予定しているとの答弁、乳幼児の親が安心していただけることができる、安心して預けることができるよう対策を進めていただきたいとの意見、障害児通所支援事業費についてその概要はとの質疑に対し、学校の臨時休業に伴い報酬単価が学校休業日単価となったことに伴う市の負担分の増額や利用者負担分の増額と臨時休校期間に事業所へ通所できない利用者に対する電話等による健康管理や相談支援を行うことに伴う利用者負担分に対し助成を行うとの答弁、制度の周知を徹底していただきたいとの意見がありました。衛生費に関しまして、感染症予防事業費についてその概要は都の質疑に対し、サージカルマスクや消毒液を各施設に配布したことによる、備蓄消耗品の追加購入費用であるとの答弁、 PCR 検査センター事業費について設置にあたり三重県から要請があったのかとの質疑に対し、市で開設したいということで実施方法や課題等について協議を行ったのとの答弁、新型コロナウイルス感染症の検査はどこが実施すべきなのかとの質疑に対し、地域の実情に合わせて関係機関が協議して進めるよう国の通知にもあり、今回松阪市の実施方法を作り上げてきたとの答弁、 PCR 検査の必要性の判断は医師がすることとなるが周知は行ったのかとの質疑に対し、松阪地区医師会へ7月6日に説明会を行うとの答弁、 PCR 検査に対し医師が担う役割や責任は依然と変わりないのかとの質疑に対し、医療機関から保健所へ相談いただく基準に変更はないとの答弁、開業医への支援とあるがより負担が増えるのではないかとの質疑に対し、医師会並びに産病院から医師を派遣していただくことは負担、協力をお願いすることになるが、検査体制を強化することにより地域医療がスムーズになり医療機関の負担軽減につながると考えているとの答弁、 PCR 検査の対象は車で来場が可能な方とのことであるが、タクシーや自転車などの来場は可能かとの質疑に対し、本人か家族の運転する車に同乗して来場できる方が対象者である、
車での来場が困難な場合は保健所に相談していただきたいとの答弁、開設場所の選定について市民病院や健康センターも協議の選択肢にあったのかとの質疑に対し、開設場所として公共用地で周辺に住居がなく患者が安心して人目を気にせず検査を受けることができる場所を総合的に考慮し選定を行ったとの答弁、 PCR 検査センターの場所は非公開とのことであるが、いずれ情報が拡散され場所が特定されることを危惧する、対応策は検討しているのかとの質疑に対し、患者のプライバシーを守るため非公表としている、情報拡散防止策については今後研究していくとの答弁、センターはプレハブで移設可能と考えるが他の場所への移設も考えているのか、また複数場所を用意しているのかとの質疑に対し、現状では1箇所を考えているとの答弁、プライバシーを守る観点から場所が特定されないよう複数箇所を検討いただきたいとの意見、情報拡散後の人々の反応が心配であるが、デマや誹謗中傷の拡散に対しての対策は考えているのかとの質疑に対し、拡散を防ぐのは難しいが、感染症についての正しい知識を持って理解していただくよう努めていきたいとの答弁がありました。続いて、議員間討議に入り、委員より週2回、1日あたり5人ずつという人数が適切なのか、その数を上回った場合、検査ができなくなる、その対応が時間を増やしたり、曜日を増やしたりということであるが、果たして可能なのか、医師会の場合は、木曜日以外出にくいというものもある、そこをどう捉えたらいいのか、意見をいただきたいとの意見に対し、木曜日の昼からだと、開業医も休みのところが多いので、対応しやすいというのは非常に理解できた、また月曜日に対応できると良いが、症状の度合いに応じて、保健所で判断できるのではないかと考えるとの意見、また別の委員より、1時間の中で5人という想定は、かなり余裕を持った設定となっている、ぎりぎりの数字ではないことから、柔軟な対応ができると考えるとの意見、また別の委員より、プライバシー保護の観点から、患者と患者の間の時間を10分前後取っていると考える、軽症者が多数出た場合は足りない、必要性のないときには役に立つが、本当に必要な状況になったときには役に立たない状況が想定されるとの意見がありました。続いて討論に入り、委員より PCR 検査センター事業費について、決定に至ったプロセスが不透明であり、開業医の意見を聞く前に制度設計されていることに納得がいかない、また常設するのにその場所が非公開となっており、市民病院を選択肢として含む議論もされていない、厳密に考えていくと、この施設が役に立つのかどうかわからないことから、本案に反対するとの発言。PCR 検査センターの事業費について、この検査センターができることにより、ある程度軽症の方も検査を受けることができる、それが市民の安心につながると考え、賛同するが、戸籍住民基本台帳一般経費のシステム改修について、国外でのニーズが高まっているとのことではあるが、今回の改修内容はパスポートで十分対応可能であると考える、また、これまでのシステムの改修に多額の費用がかかっていることから、本案に反対するとの発言、生活困窮者住居確保給付金支援事業費など、新型コロナウイルス感染症の影響に対するものは早々に進めていただきたいと考える、また PCR 検査センターについて、設置場所が特定されることに不安は残るが、設置されることそのものは非常に有効的なものであると考え、本案に賛成するとの発言があり、採決の結果、挙手多数、本案通り可決すべきものと決定いたしました。次に議案第63号令和2年度松阪市国民健康保険事業特別会計補正予算第1号でありますが、傷病手当金について、いつから申請が可能かとの質疑に対し、条例を含めて可決されれば、早急に公報を行い、また、令和2年1月1日に遡って支給を行うとの答弁があり、
採決の結果、挙手全員原案通り可決すべきものと決定いたしました。次に議案第64号、令和2年度松阪市介護保険事業特別会計補正予算第1号でありますが、今回の介護保険料減額の概要はとの質疑に対し、消費税増税に伴う低所得者を対象とした軽減強化で、平成27年度より段階的に保険料を軽減し、令和2年度完全実施となったとの答弁があり、採決の結果、挙手全員原案通り可決すべきものと決定いたしました。次に議案第65号、令和2年度松阪市個別合併処理浄化槽整備事業特別会計補正予算第1号でありますが、審査を行い、採決の結果、挙手全員原案通り可決すべきものと決定いたしました。次に議案第66号、松阪市三雲火葬場条例の廃止についてでありますが、火葬場廃止について地元の合意は取れているのかとの質疑に対し、自治会長会等で承認をもらっている、またハートフル三雲での住民説明会や回覧板ホームページで廃止の周知を行った、その中で存続を求める意見はなかったとの答弁があり、採決の結果、挙手全員原案通り可決すべきものと決定いたしました。次に議案第73号、松阪市特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正についてでありますが、審査を行い、採決の結果、挙手全員原案通り可決すべきものと決定いたしました。次に議案第74号、松阪市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてでありますが、審査を行い、採決の結果、挙手全員原案通り可決すべきものと決定いたしました。次に議案第75号、松阪市立保育所条例の一部改正についてでありますが、春日保育園が70人増員とのことであるが、園児1人当たりの保育面積は、また保育士は何人増員されるのかとの質疑に対し、0歳から1歳が 3.3 平方メートル、2歳から5歳が 1.98 平方メートルとなる、また10人の増員を予定しているとの答弁、昨今、保育士の確保が難しいと聞いているので、必ず確保していただきたいとの意見があり、採決の結果、挙手全員原案通り可決すべきものと決定いたしました。次に議案第78号、松阪市休日夜間応急診療所条例の一部改正についてでありますが、本条例に PCR 検査センターを含むことがふさわしいのかとの質疑に対し、市が休日応急診療所を開設していることから、巡回診療という臨時的な位置づけで、PCR 検査センターの実施が可能であると保健所、松阪保健所と協議したとの答弁、休日、夜間などの時間を表す部分に等をつけることに問題はないのかとの質疑に対し、法務担当にも相談を行ったとの答弁がありました。続いて討論に入り、委員より業務を拡張することにおいて、今まで行っていない分野の内容を等で表現し、済ませようとしたことは、法治主義を軽視していると言わざるを得ないことから反対するとの発言があり、採決の結果、挙手多数原案通り可決すべきものと決定いたしました。次に議案第79号、松阪市国民健康保険事業の保険条例の一部改正についてでありますが、審査を行い、採決の結果、挙手全員原案通り可決すべきものと決定いたしました。次に議案第80号、松阪市後期高齢者医療に関する条例の一部改正についてでありますが、審査を行い、採決の結果、挙手全員原案通り可決すべきものと決定いたしました。次に議案第81号、松阪市が設置する一般廃棄物処理施設にかかる生活環境影響調査結果の縦覧等の手続きに関する条例の一部改正についてでありますが、審査を行い、採決の結果、挙手全員原案通り可決すべきものと決定いたしました。次に議案第83号、松阪市市民病院使用料及び手数料条例の一部改正についてでありますが、再診時選定診療費はどういった場合発生する費用なのかとの質疑に対し、開業医へ紹介をしたが患者様の希望で市民病院での継続受診を希望された場合、受診のたび発生する費用であるとの答弁があり、
採決の結果、挙手全員原案通り可決すべきのと決定いたしました。次に議案第87号専決処分の承認について、松阪市介護保険条例の一部を改正する条例でありますが、審査を行い採決の結果、挙手全員承認すべきものと決定いたしました。次に議案第88号令和2年度松阪市一般会計補正予算第3号のうち歳入と歳出第3項民生費でありますが、審査を行い採決の結果、挙手全員本案通り可決すべきのと決定いたしました。以上、環境福祉委員会に付託されました案件の主な、審査の経過並びに結果の報告を終わります。次に文教経済委員長深田議員。深田議員、文教経済委員会に付託されました案件の主な審査の経過並びに結果のご報告を申し上げます。議案第61号令和2年度松阪市一般会計補正予算第2号のうち、歳入と歳出第7巻商工費等第10巻教育費、幼稚園費を除く教育費、債務負担行為補正、地方債補正についてでありますが、商工費に関しまして、小規模事業者を支える持続化支援事業補助金で、補助対象を140社と想定した根拠は、都の質疑に対し、コロナ特別対応型の国の補助メニューが増えたこと、また申請者が申請できる回数が4回に増え、令和3年度分の債務負担行為補正で設定した3回目、4回目の申請分も踏まえて、全体の補助金採択数を280社と想定し、今年度はその半分の140社と見込んだとの答弁、不採択となった場合の事業者に対して何か手立てはあるのかとの質疑に対し、国の予算の範囲もある中で、すべての事業者が採択されることはないが、商工会議所や商工会の手厚い支援があり、採択率は非常に高くなっている。また、万が一不採択の場合でも、事業者は引き続き4回目までは申請する機会があるとの答弁があり、採決の結果、挙手全員、本案通り可決すべきものと決定いたしました。次に議案第62号、令和2年度松阪市競輪事業特別会計補正予算第1号についてでありますが、一般会計への繰り出し金6000万円の内訳は都の質疑に対し、受託事業者の収益分配金からの2000万円、それに加えて地方財政に寄与するため、競輪事業積立金から4000万円を拠出したとの答弁があり、採決の結果、挙手全員、原案通り可決すべきものと決定いたしました。次に議案第69号、松阪市委員会の委員等の報酬及び、費用弁償に関する条例の一部改正についてでありますが、教育員報酬減額に至るまでの経緯は、都の質疑に対し、市の財政の中でも教育費はかなりの部分を占めている現状を踏まえ、教育委員会は新型コロナウイルス対策として、学校への財政支援がどのような形でなら行えるのか、議論する中で教育委員から削減ので提案をいただいたとの答弁、教育員報酬を減額する期間を定めているのかとの質疑に対し、令和3年以降も引き続いての改正であるとの答弁、委員報酬には教育委員の個人的研究も加味されていると思うが、実際に教育委員はどのような職務を行っているのか、との質疑に対し、教育委員会定例会での議案の審議や提言、県主催の各種研究大会等への参加、小中学校の入学式、卒業式への出席、市内小中学校への訪問などである、その中でも自ら教育現場へ出向き、現場で聞いた声を、教育委員会定例会の中で委員の専門性を生かした観点から、教育施策に関する提言をいただいているとの答弁、新型コロナウイルス対策事業に要する財源の確保として、教育庁の報酬の一部を減額することと、教育員の報酬を恒久的に減額することとは少し意味合いが違う、本来の趣旨を盛り込んだ説明が必要であるとの意見があり、採決の結果、挙手全員、原案通り可決すべきものと決定いたしました。次に議案第76号、松阪市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてでありますが、今回の一部改正で松阪市でのメリットはとの質疑に対し、認定資格研修を受ける機会が増えることで、支援員の増員につながると期待しているとの答弁があり、採決の結果、挙手全員、原案通り可決すべきものと決定いたしました。次に議案第77号、松阪市放課後児童クラブ施設条例の一部改正についてでありますが、尾上小学校区放課後児童クラブ施設として利用していた旧、幼稚園園舎の今後についてはどう考えているかとの質疑に対し、
今後の方向性については地元と協議をして決定していきたいと考えているとの答弁があり、採決の結果挙手全員原案通り可決すべきものと決定いたしました。次に議案第84号工事請負契約の締結について、農業やコミュニティ文化センター特定天井等改修工事でありますが、釣り天井は25年ぐらいで改修工事をしなければならないのかとの質疑に対し、東日本大震災の際多くの文化ホールの釣り天井の落下事故が発生し多くの負傷者が出たことから、平成25年7月に建築基準法施行令が改正され天井脱落対策に係る一連の技術基準に従って脱落防止対策を行うことが義務付けられたためであるとの答弁があり、採決の結果挙手全員原案通り可決すべきものと決定いたしました。次に議案第85号工事請負契約の締結について、松阪市立鎌田中学校屋外付帯工事でありますが、審査を行い採決の結果挙手全員原案通り可決すべきものと決定いたしました。次に議案第88号令和2年度松阪市一般会計補正予算第3号のうち歳入と歳出第7巻商工費債務負担行為補正についてでありますが、商工費に関しまして、コロナに負けるな松阪みんなの商品券事業において商品券を購入する側としては自己負担なしで5000円の商品券を配布する考えはなかったのかとの質疑に対し、他市の事例も参考にしプレミアム率 100% を設定することで市民の購買意欲を高め付加価値の高い商品を市内事業者等で購入できる形式を基本として進めたとの答弁、商品を利用することができる店舗はなぜ市内すべての店舗としなかったのかとの質疑に対し、すべての店舗で利用できるかどうかの検討は行った、しかし前回テイクアウト支援商品券を発行した際にテイクアウト商品を取り扱いながらも事業に不参加であった店舗から商品券を使用できないことの説明に大変苦慮されたというお話を頂戴したため、今回はそのような不参加店舗へのリスクを考慮し、届出制としたとの答弁、届出制にしなかった場合商品券の利用者が不都合になることがあるのかとの質疑に対し、届出制としない場合利用可能店舗と不可能店舗との区別ができなくなるため利用者が実際に店舗へ行っても商品券が使えないという不利益が懸念されるとの答弁、商品券を購入できる場所時間帯はとの質疑に対し、第三銀行を軸に市内の金融機関で調整している金融機関のため午前9時から午後3時の販売となるが、金融機関の窓口が開いていない休日や夜間には特設販売窓口を開設する予定であるとの答弁、代理での商品券の引き換えは可能かとの質疑に対し、商品券の引き換え券は各世帯に郵送することから世帯内のどなたかがその引き換え券で商品券を購入することが大前提である、代理人等が購入する場合は家族の同意が必要であるという案内は行う、適正な方法で購入していただけるように取り組んでいきたいとの答弁、地元店舗応援推奨枠とはどういったものかとの質疑に対し、地元店舗を特に支援したいという狙いから商品券10枚のうち3枚の色分けをするものである、店舗側にも時点のセールス等で利用者に使っていただけるよう働きかけを行っていきたいとの答弁、参加希望店舗はどのように申し込むのかとの質疑に対し、商工会議所や商工会の届出書の持参による方法のほか、事業所の負担を軽減するため商工会議所ホームページ内の特設ページから直接入力できる登録フォームを作成するなどの対応を考えているとの答弁、商工会議所や商工会の会員でない事業所や店舗についてはどのように参加を促すのかとの質疑に対し、これまでの市の商品券事業の使用の傾向から利用者は大規模店舗で商品券を使用するケースが多いため、まずは会員でない大規模店舗を中心に事業参加をお願いしに行きながら小規模店舗への周知も行っていきたいとの答弁、商品券を利用することができる参加店舗の一覧表を作成するのかとの質疑に対し、商品券の販売開始時に間に合うように作成する必要があると考えているため利用可能な店舗の募集は7月中旬から11月末まで行うが早期の申し込みを促していきたいとの答弁、登録1000店舗を数値目標にした根拠はとの質疑に対し、前回の平成27年のプレミアム付き商品券の登録数962点の実績と同等数を目標数値としている、担当職員は減っているが一丸となってこの目標達成に向けて取り組んでいきたいとの答弁、職員数に見合った達成できる根拠を持っての目標設定を掲げてもらいたいとの意見、松阪市テイクアウト支援商品券事業で出た課題等をこの事業ではどう生かしていくのかとの質疑に対し、利用者が商品券を使用する際に利用可能な店舗の一覧表を配布できる体制を取れるかが大きな課題であり今回取り組むべきところと認識しているとの答弁、商品券の購入にあたり低所得者や高齢者に配慮したものとなっているのかとの質疑に対し、販売期間を約5ヶ月と長めに設定することと1冊ずつ別々に購入できるようにすることで購入者への金銭的な負担を分散したとの答弁、
商品券の利用対象とならないものはあるのかとの質疑に対し、有価証券や商品券等の換金性の高いものやタバコの購入、国や地方公共団体等への支払い等は利用できない設定とすることで調整を図っていくとの答弁、子どもの松坂観光キャンペーン事業の目的はとの質疑に対し、全国的に子どもをターゲットにした事例が少ないことから、コロナ収束後の他の2事業と関連させながら、ファミリー層の観光客をターゲットにしたことで、大人と一緒に松坂を訪れる子どもが楽しめる設定とし、より多くの方が松坂に来ていただくことであるとの答弁、キャンペーン期間の設定の根拠とくじ引きでの景品が余ることは想定しているのかとの質疑に対し、毎年市が実施している観光キャンペーンに合わせ、ある程度の観光客の参加があると見込んでいる。くじ引きの景品は基本的には既存にあるものを活用して、余ることがないよう必要に応じて仕入れを随時行っていくとの答弁。中心市街地以外にも観光場所はある。チャチャモ以外の市のキャラクターであるウレッピーやタケちゃんも含め、地域全体で観光 PR すべきであるとの意見。GoTo 松坂キャンペーンの抽選くじの取り扱いはとの質疑に対し、キャンペーン実施期間内の11月30日までであればくじ引きは可能である。ただし応募総数を1万人と想定しているため、総数を超えた時点でキャンペーンのくじ引きは終了となるとの答弁。3館共通入館券を購入した場合は抽選くじの扱いはどうなるのかとの質疑に対し、収入していただくことが事業目的の一つであることから、各施設に入館していただけるときに券を配布するなど、具体的なことは今後検討していきたいとの答弁。松坂地域資源魅力発信事業において、新たにウェブサイトを構築する利点はとの質疑に対し、利用率の高いスマートフォンの利用者向け、またデザインを重視したウェブサイトを構築することで、旅行に行く前に気軽に検索できる点であるとの答弁、新しいウェブサイトへの誘導する戦略はとの質疑に対し、ウェブ広告での周知を含め、市内観光施設やサービスエリア等にウェブサイトの内容を簡単に紹介するリーフレットを設置し、QR コードをつけるなどの工夫により誘導を考えているとの答弁、テレワーク推進事業でテレワークに適した宿泊施設とはとの質疑に対し、今回の事業は緊急性のある中で、市が独自で環境整備を行うことには時間がかかるため、すでに環境を備えている宿泊施設を活用する。具体的には一定程度の客室の広さを有する個室で、Wi-Fi などの無線 LAN やコピーやファックスなどのサービスを備えた宿泊施設であるとの答弁、この事業の目的はとの質疑に対して、販路拡大活動の支援として各種メディアを通じての情報発信、支援を行い、また経営企画が優れた企業を表彰し、モデルケースとして各種メディアを通じて情報発信することで、持続化支援事業の利用促進を図ることであるとの答弁、事業の対象はとの質疑に対して、小規模事業者を支える持続化支援補助金、支援事業補助金に、補助において、2回目までに採択された事業者を対象としている。それ以後の3回目、4回目の採択を受けた事業者については、その決定時期が遅いため、対象外となるとの答弁、この事業は債務負担行為補正の設定はできないのかとの質疑に対し、本事業はモデルケースとして周知を図ることで、持続化支援事業の利用促進を進める狙いがあるため、今年度内の事業終了を予定しているとの答弁、小規模事業者を支える応援発信事業において、2号補正の小規模事業者を支える持続化支援補助を受けた事業者の中から、経営企画書の優れた事業者にさらに手厚く支援するということかとの質疑に対し、持続化支援補助金制度を知らない事業者に対して、経営企画書の優れた事業者をモデルケースとしての情報発信を行うことで、販路拡大の活動の支援を行い、この補助金申請を促すことが含まれているとの答弁、採択されなかった事業者や将来の経営計画書が立てられないほど経営的に苦しい店舗等への支援についても検討してほしいとの意見、経済的に閉鎖されている事業者の救済のための事業であるなら、販路の拡大と情報発信を分けて、今は販路拡大の事業を推進すべきであるとの意見があり、採決の結果、挙手全員、本案通り可決すべきものと決定いたしました。以上、文教経済委員会に付託されました案件の主な審査の経過並びに、結果の報告を終わります。次に建設水道委員長、坂口議員。坂口議員。建設水道委員会に付託されました案件の審査の主な経過並びに結果のご報告を申し上げます。
議案第61号、令和2年度松阪市一般会計補正予算第2号のうち、歳出第8巻土木費についてでありますが、新型コロナウイルス感染症による市営住宅緊急入居事業費 として、空き部屋8戸の修繕を実施されるが、対象となる市営住宅はどこか、これにより合計で何個となるのかとの質疑に対し、清成町団地で3戸、宮内町団地で2戸、宮町団地で1戸、若葉町改良住宅で2戸の予定である。また中馬町団地に罹災者用が4戸あることから、市としては最大12戸の対応となるものであるとの答弁。今回、市営住宅緊急入居への資格要件は、との質疑に対し、松阪市に住所があり、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、離職したことに伴い、現在住んでいる社宅、社員寮に住めなくなった方が対象であるとの答弁。家賃設定の基準及び入居期限は、との質疑に対し、離職を資格要件とすることから、入居する市営住宅の最低家賃とし、一般入居者と同様に収入に応じた減免措置も行う。また、入居期限は入居後6ヶ月とし、状況において最大1年まで延長ができるとの答弁。入居者の選考方法及び入居手続きにおける連帯保証人や敷金は必要とするのかとの質疑に対し、選考は申し込み順で抽選は行わない、また連帯保証人や敷金については求めないとの答弁があり、採決の結果、挙手全員本案通り可決すべきものと決定をいたしました。以上、県政水道委員会に付託されました案件の審査の主な経過並びに結果のご報告を終わります。次に総務企画委員長、楠谷議員。楠谷議員。総務企画委員会に付託されました案件の主な審査の経過、並びに結果のご報告を申し上げます。はじめに議案第61号令和2年度松阪市一般会計補正予算第2号のうち、歳入と歳出第1巻議会費、同第2巻総務費のうち第3項戸籍住民基本台帳費を除く総務費、債務負担行為補正、地方債補正についてでありますが、歳出に関しまして、職員採用試験をテストセンター方式に変えて応募者数は増えたかとの質疑に対し、市内、県内、県外ともに昨年度より応募者数が増加したとの答弁。採用試験は従来の方式とテストセンター方式で違いがあるのかとの質疑に対し、一次試験が従来は1か所に集合して行っていたが、テストセンター方式では全国のセンター会場にて受ける方式に変えているとの答弁。試験会場に松阪市会場がないが、松阪市での会場を設ける必要があるのではないかとの質疑に対し、今回松阪市に試験会場を持つ事業者がなかったためである。来年度以降、事業者に対して松阪市に試験会場を設けることができないか要請していくとの答弁。テストセンター方式を今後も続けていくのかとの質疑に対し、テストセンター方式に切り替えた自治体の成果を見ると、応募者が100人以上増加していることから、受験者の受験機会を増やす効果があると期待している一方で、松阪市に会場を設けていないため、今年度実施した上で検証していきたいとの答弁。採用試験の日程に幅があるが、教養試験の内容は同じなのかとの質疑に対し、問題は大卒、短大卒、高卒レベルの問題が15種類あり、事業者で工夫しているとの答弁。事業者から情報や実績だけでなく、検証すべきではないかとの質疑に対し、今回初めてテストセンター方式の試験に参加するので、十分検討していきたいとの答弁。町内ネットワーク管理事業費について、今回はどのようなタブレットパソコンを購入したかとの質疑に対し、10.1 インチのタブレットパソコンを購入したとの答弁。地域活性化支援事業補助金の2分の1は、どの部分が認められたのかとの質疑に対し、カハダイレブンのプロジェクト全体が県補助金の補助事業に該当するとの答弁。コミュニティ助成事業補助金の1700万円が不採択となった理由はとの質疑に対し、自治総合センターへ申請した結果、不採択された
団体分があったが、不採択理由については提示されていないとの答弁、予算編成上問題はないのかとの質疑に対し、当初予算は歳入歳出を網羅した形で年間総合予算を計上しており、申請団体にはご理解いただいた上で計上していると認識しているとの答弁があり、採決の結果挙手全員本案通り可決すべきものと決定いたしました。次に議案第67号、松阪市飯高就業改善センター条例の廃止についてでありますが、審査を行い採決の結果挙手全員原案通り可決すべきものと決定いたしました。次に議案第68号、所得税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備についてでありますが、審査を行い採決の結果挙手全員原案通り可決すべきものと決定いたしました。次に議案第70号、松阪市税条例の一部改正についてでありますが、審査を行い採決の結果挙手全員原案通り可決すべきものと決定いたしました。次に議案第71号、松阪市税条例の一部改正についてでありますが、審査を行い採決の結果挙手全員原案通り可決すべきものと決定いたしました。次に議案第72号、松阪市都市計画税条例の一部改正についてでありますが、審査を行い採決の結果挙手全員原案通り可決すべきものと決定いたしました。次に議案第82号、松阪市消防団員等公務災害補償条例の一部改正についてでありますが、審査を行い採決の結果挙手全員原案通り可決すべきものと決定いたしました。次に議案第86号、専決処分の承認について、括弧松阪市市長副市長及び教育長の給料旅費等に関する条例の一部を改正する条例でありますが、5月臨時会で上程せずに専決処分とした理由は、との質疑に対し、市長副市長教育長の期末手当の減額を表明したのが5月21日の市長記者会見であったため、5月7日に開催した臨時会には間に合わなかったとの答弁、市長は寄付行為ができないので期末手当を削減するということだが副市長教育長には当てはまらないのではないかとの質疑に対し、新型コロナウイルス対策の財源を生み出すため、また市民の皆様にはさまざまな協力をお願いしていることもあり、市民へのメッセージを伝えるために条例改正という形にしたとの答弁があり、採決の結果挙手全員承認すべきものと決定いたしました。次に議案第88号、令和2年度松阪市一般会計補正予算第3号のうち歳入と歳出第2巻総務費についてでありますが、歳出に関しまして、田舎暮らしと温泉が楽しめるサテライトオフィス推進事業について、事業期間と事業費の内訳はとの質疑に対し、事業期間は10年間を見込んでおり、事業費の内訳は管理業務委託料72万円、整備業務委託料500万円、備品購入費30万円であるとの答弁、市外県外から来てもらうためどのように発信していくのかとの質疑に対し、東京の移住相談センター、三重県のポータルサイト、大阪のふるさと暮らし情報センター、移住交流推進機構ジョインなど情報発信力なるところへ情報提供していくとの答弁、今年度に10年間分の契約をするのかとの質疑に対し、経済情勢の変更の可能性もあるため単年度で見直していくとの答弁、委託先の入札方法はとの質疑に対し、地域情報に精通し今回活用する物件の管理をしている協同組合に随意契約することを考えているとの答弁、サテライトオフィスの運営について松阪移住交流センターおよび地域おこし協力隊とどのように連携していくのかとの質疑に対し、センターや地域おこし協力隊はサテライトオフィスの周知や募集、利用者に対して空き家バンク物件の宿泊施設の紹介、地域案内などに関わっていくとの答弁、サテライトオフィス事業は3号補正の緊急対策にあたる重要な施策なのかとの質疑に対し、新型コロナウイルス感染拡大防止のためにテレワークに取り組む企業が増えている状況もあり、テレワークの場所と移住促進を結びつけて提供していく上で
緊急対策と考えているとの答弁、市と家主と事業所の三者契約のような形だが、主体は松阪市ということでよいのか、また利用料徴収を事業所がするのであれば、事業所への資金援助になるのではないかとの質疑に対し、市が主体で取り組む事業であり、また事業所が利用者から徴収した利用料は、委託料から相殺させていただく形で考えているとの答弁、どうして災害用備蓄品の備品購入費の計上があるのか、備品は計画を立てて購入すべきではないのかとの質疑に対し、避難所用の非接触式体温計の精度が高くなったこと、また調達が可能になったことが今回の補正の時期であったためであるとの答弁があり、採決の結果、挙手全員本案通り可決すべきものと決定いたしました。以上、総務企画委員会に付託されました案件の主な審査の経過並びに結果の報告を終わります。以上で委員長報告を終わります。これより先ほどの委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。はい、これにて質疑を終わります。これより議員間討議討論採決を行います。なお、議員間討議の通告は議案第61号、討論の通告は議案第61号、議案第69号、議案第78号、議案88号の議案4件がありました。あらかじめ報告をいたします。また、議員間討議は自席でお願いをいたします。通告のありました議案順に進みます。はじめに議案第61号、令和2年度松阪市一般会計補正予算第2号について、議員間討議を行います。議員間討議の通告がありますので、発言を許可いたします。はじめに25番会場議員、はい、議長25番会場議員、はい、では、議案第61号一般会計補正第2号について、特に PCR 検査センターにかかる、経費について、議員間討議をさせていただきたいと思います。このですね、PCR 検査センターの事業の趣旨とは別のですね、行政として、事務事業を進めていく上での問題としてですね、これで良いのかという点、つまり明確にしなければならない点があって、議員間討議をいたします。すなわちこれは本会議常任会含めてですね、執行部の側から説明はなかったわけなんですけれども、この事業実施に伴う収入と支出はですね、年度末まで、来年3月までの分を見てあるわけなんですけれども、これ委託、県との委託契約なわけですけれども、県との契約というのは3ヶ月でしかありません。すなわち7月からですね、9月までの契約、3ヶ月間の契約によって、であるにもかかわらず、予算だけは来年3月末までの9ヶ月間が計上されている。私はこの本会議、6月の本会議での質疑でも、この PCR の検査センターというのは常設されるものだろうと思ってましたけれども、この、契約、県との委託契約だったら臨時ということになります。いわば仮設のセンターということになります。そもそもなぜこの不正常な形になったのかということを問わなければいけないだろうと思っております。県の本来 PCR の検査センターというのは県の仕事、それを委託によって松阪市が代行するわけなんですけれども、どうしてこのようなわずか3ヶ月間の契約なのに9ヶ月の予算を組むことに対して異例であるということを松阪市が認識したのかどうかという点に関しまして、行政としても契約をしていく県から説明があった段階でこれでいいのかということは問うたらしいんですけれども、県がそれでいいと言ったのでそのまま受け入れたと。しかし行政としてはそのような判断をしたかもしれませんけれども、議会としてはその部分が本当に妥当なことなのかどうかということをチェックしなければならないと思います。
そこで今回の銀管討議を提起させていただきました。このような形というものに関して全く議会には説明ございませんでした。たまたま環境福祉委員会の休日夜間の条例の中での答弁の中で出てきたので予算の審査の後でした。ですのでなかなか皆さんに明らかになることはなかったので、あえてここで問題を明らかにさせていただきたいと思います。この点に関しましてですね、一旦議会としてこのような予算の出し方に対して判断するために私が求めたいのは、一旦ここで審議を止めて、ことの是非について判断の基準となった事実関係について、どう捉えるかと、執行部に事実関係をお示しいただき、議会として議論するということが先決になってくるのではないかと思っております。以上、私からの銀管討議の提案でございました。それでは先ほどの会場議員も討議に対して討議はございませんか。これにて会場議員の議員間討議を終わります。次に8番田中議員。田中議員よりあらかじめ資料配布の申し出がありました。松阪市会議規則第105条の規定より、議長において資料配布の許可をしましたので、ご了承を願います。8番田中議員。田中議員。議案第61号令和2年松阪市一般会計補正予算2号の中で PCR 検査センター事業費について議員間討議をお願いしました。議長のお許しをいただきまして、健康福祉部からいただいた資料を配布させていただきましたので、そちらの中から提案したいと思います。今回の PCR 検査事業の中で、エクミ費、保険料946万8000円が組み込まれております。この PCR 検査センターの開設は、7月から来年3月までの72回の開設を予定しております。配布資料からもお分かりになるように、医師の保険料が、1日9万6500円となっておりますが、わずか1時間の検査作業に、再度言いますが、9万6500円の保険料です。これはまあ一応ですね、可能な限りの最大の保険料を算定したとありますけれども、同じくですね、看護師等の保険料が1日3万5000円です。あくまでもこれは保険料であります。まずここには添付してないですけれども、別枠でですね、それぞれの方の報酬ですね、それはこの金額の約3分の1ぐらいで予算化されておりました。あまりにも非常識な保険料、それがちょっと目につきましたので、市は検証せずに予算計上に入ってよいのか、このような予算を議員皆様と情報を共有したく、議員間討議をお願いさせていただきました。なぜこのような予算を組むのか、一応検討、議員間討議よろしくお願いいたします。それでは先ほどの田中議員の、討議に対して討議はございませんか。はい、これにて、議員間討議を終わります。これより議案第61号について討論を行います。討論の通告がありますので発言を許可いたします。11番西口議員。はい、西口議員。
規案第61号令和2年度松阪市一般会計補正予算第2号に対し、無所属の会未来を代表して反対討論を行います。新型コロナ感染症対策費と他の予算に反対するものではありませんが、どうしても賛成できないものが2項目あります。まず1つ目は議員報酬期末手当の149万9千円の増額です。これは2月議会での期末手当を 0.10 月分引き上げるとの条例改正を受けた措置ではありますが、3月24日に行われた議決の際も会派として反対した通り、新型コロナウイルス感染症のために経済状況が悪化するであろう社会状況を鑑み、議員の報酬アップは見送るべきだと主張しました。その後3ヶ月余りが過ぎ、給与所得者、大中小規模事業者にかかわらず、ほぼ全ての市民に与えた経済的打撃は当初の予想より大きく、今日明日の暮らしに苦しんでいる方がたくさん見えます。このような状況の中、議員報酬の引き上げは行うべきではありません。特別職報酬審議会の答申は尊重するべきものであるとはしても、せめてコロナ感染症が収まるまでは見送るべきであると考え、当予算には反対いたします。次に PCR 検査センター事業費2588万円について、位置づけが明確でない PCR 検査センター開設予算に反対します。 PCR 検査センターは市のもののようで市のものではない、県のもののようで県のものでもない、実に中ぶらりんな組織で、設置場所すら明らかにされていません。そうした曖昧さが PCR 検査センターにかかる今回の補正予算にはつきまといます。それは第一に設置の期間についてさえ当てはまります。2号補正には令和2年度中の経費がすべて県支出金によって確保されることが書いてあり、少なくとも今年度中は設置されると信じていましたが、県との委託契約は7月10日から3ヶ月間のものでしかないことが、2日の環境福祉委員会の審査の中で明らかになりました。このことは本会議や常任委員会においての補正予算案の提案時においてもきちんとした説明がなされるべきでしたが、執行部はその事実を一言も触れませんでした。確かに新型コロナウイルスの感染拡大はどこまで広がるものなのか、第2波第3波はあるのか、その予測は困難で、PCR 検査センターはいつまで設置しなければならないものなのか予測は難しいです。しかし議会の中における論議は、第2波第3波が来たとき感染拡大をどう防ぎ、そのときどう検査を実施していくのか、またそれは十分な体制であるのかどうかが主な争点であったはずです。ところが後になって県との委託契約は7月からわずか3ヶ月に過ぎないものということが明らかになり、驚くばかりです。執行部からは3ヶ月ごとに更新するとの答弁はありましたが、それであるなら予算も3ヶ月ごとに補正するべきです。それが不合理というなら、県の委託契約もしっかり来年3月末までとするべきです。県の考えは、市に委託する PCR 検査センターは臨時的に設置しようというのが正確なところでしょう。だから契約は3ヶ月なのです。しかし執行部はその事実を伏せたまま、令和2年度中の県支出金を歳入に見込んでいるのです。私たちは PCR 検査センターはそのような臨時的な性格のものだとは思わずに、検査件数が増えたときには1回1時間で週2回では不足するのではないかと聞きましたが、その際は曜日を増やしたり時間を増やしたりして対応するなどといった答弁がありました。市はまるで自前の施設であるかのように都合よく答弁しますが、県からの委託によって成り立つ事業であることを確認すべきです。委託という性格を持つ事業である以上、県から委託を受けたこと以外はできない事業です。県との十分な詰めはあるのか、委託契約書に個別具体的な対応は書いてあるのか、
県が他市とも取り交わしている委託契約使用書のフォーマット通りに、その都度協議になっているのが実情ではありませんか。県の意向通りの全くの見切り発車的事業としか言いようがありません。すべてが県の意向言う通りで、PCR 検査センター開設にあたっての具体的な協議は、5月14日と6月4日の2回のみ、真っ先に内容を知らせるべきであるはずの現場の開業医への説明は、この7月6日にあっただけです。協議のプロセスにおいては、現場の声は一切反映されていません。一番協力を求めなければならないのは、検査のために毎週出てもらわなければならない医師会所属のかかりつけ医の方や、産病院の医師、看護師、事務員等のはずです。現場のかかりつけ医等の知らないところで決めた枠組みが本当に機能するか懸念します。かかりつけ医の検診を受けた軽症者のみを、かかりつけ医の判断で検査対象とするとのことですが、軽症者の場合、単なる風邪かインフルエンザか、PCR 検査を受ける対象かの区別ははっきりつきにくいと言われています。その重要な判断を市内の多くの開業医の先生がやっていただけるのでしょうか。さらに開業医への負担は増えるものと考えます。はじめにも述べましたが、この検査施設は所在地も公表しないまま設置しようとするものですが、どこの組織に所属する施設となるのか不明確なままです。県の委託によって松阪市が公共用地を用いるものの、設備はプレハブをレンタルで確保しようとするため、仮設施設であると言ってきました。どうして常設のセンターとしないのか、質疑の中で疑問を投げかけてきましたが、県との契約においては臨時的な施設であることが分かり、中ブラリンだったゆえんがはっきりしました。週に10人ほどしか検査できない、しかも難しい判断を任せられるかかりつけ医とのコンセンスが得られていない、そのような体制では、第2波が起こり、感染者が増えたときは、余計に混乱が起きることは必至です。必要でないときは機能しても、本当に必要になったときは役に立ちそうにない、そういう施設であることが分かっていて、そのまま可決してしまうわけにはいきません。また、予算内訳の歳出の中に、保険料946万8千円が計上されています。これは医師等の障害保険、賠償保険などですが、計算すると、1日1時間で1人当たり9万6500円という、常識では考えられないほどの高額です。担当課に確認すると、県の試算をそのまま記載したとのことですが、この例にも象徴されるように、予算の算定、それをもとにした事業運営の内容など、市としてしっかり検討されたものとは思えず、承認するわけにはいきません。以上の理由から、本補正予算には反対いたします。次に16番、坂口議員。坂口議員。議案第61号、令和2年度松阪市一般会計補正予算第2号について、新生クラブは代表して賛成の討論を行います。一般会計補正予算第2号は、新型コロナウイルス感染症関連予算といっても良い予算となっております。その中でいくつかの注目すべき事業がございます。まずは PCR 検査センター事業費2588万7千円の事業が挙げられます。松阪市の現状としては、4月24日5例目の感染が確認されて以降、発生はいたしておりませんが、緊急事態宣言が解除されて以降、近々では全国で連日100名を超える感染者が発生しており、第2波ではないかと不安と緊張感が日増しに増しております。やはり感染拡大を下げるためには検査体制の充実強化が急務であります。そこでこの度松阪市が一体となって
松阪地区医師会、三大病院、保健所との調整協議の結果、松阪市内に PCR 検査センターを開設することになったわけです。松阪市 PCR 検査センターは、松阪地区医師会、三大病院の協力を得て開設しようとするもので、軽症者を対象とし、1週間に2日、1日1時間で5人の検査を行い、今後患者が増加した場合は、時間の延長や曜日を増やすなど柔軟に対応するとしております。検査センターは非接触型のウォークスルー方式と感染防止、安全性を重視した方式とし、さらにプライバシーの保護や混住地域を避けた場所に設置するとされております。開設にあたり、松阪市区医師会、三大病院が一丸となって取り組んでいただくことに対し、また医師、看護師、医療関係者の方々に敬意と感謝を申し上げたいと思います。この PCR 検査センター事業により、検査体制が充実されることで、何よりも市民の安心につながり、さらに医療機関の負担軽減、まん延防止につながると期待し、評価するものであります。次に注目される事業としては、松阪市独自の取り組みとして、小規模事業者を支える持続化支援事業補助金5000万円を交付する事業であります。この事業は新型コロナウイルス感染拡大の影響で、多くの事業者の売上が減少し、特に小規模事業者には大きな影響を及ぼしております。この新型コロナウイルスの影響を乗り越えようと、自ら創意、工夫する小規模事業者に対し、国が実施する小規模事業者持続化補助金、さらに市独自に補助率3分の1以内の補助範囲で補助金を交付する事業であり、松阪市の経済活動を支える事業になると期待するところであります。さらに養護保護及び準養護保護児童生徒援助事業費は、新たに小学校約400人、中学校約200人の就学援助の認定を見込んでの助成で、合わせて5449万3000円の事業であります。この事業は新型ウイルス感染症の影響により収入が減少し、学校納付金の支払いが困難となっている家庭が多くあることが想定され、保護者の収入の実態に応じて支援する事業であります。直近3ヶ月の収入減状況から審査が行われるよう、審査基準を緩和し、要件を満たす保護者や助成を行うとしております。また4月からの支給対象について、受付期間を4月30日から9月30日まで延長し、期間内の申請分については4月に遡って助成するとしております。家庭の経済状況に左右されず、義務教育の円滑な実施を行う重要な事業であります。そして直接的に新型コロナウイルス感染症関連事業ではございませんが、注目すべき事業として、新たな学びの創造事業費1億9173万3000円の事業が挙げられます。この事業は、小中高等学校支援特別支援学校における ICT 活用を推進するためのギガスクール構想の中で、1人1台タブレットの早期実現が求められ、従来のロードマップを令和2年度に前倒しされることになった事業であります。この事業の目的の中には、災害や感染症の発生などによる学校の臨時休校等の緊急時における活用があります。新型コロナウイルス感染症拡大による臨時休校時、特にすでにタブレットが導入されている学校では、オンライン授業等が行われました。教育における機会均等の見地から、また今後の臨時休校等にも備える意味においても重要な事業であります。ここでは、学習指導面における先生方の ICT 活用研修、スキルアップも同時に進めていただきたいと思うものであります。また他にも、生活困窮者、住居確保給付金支給事業なども重要な事業であると考えるものであります。このように今回の補正予算第2号は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止、影響に対する支援を中心とした重要な予算として評価するものであります。早期の事業実施を求め、賛成の討論といたします。次に27番、久松議員。はい、それでは討論を参加します。議案第61号について反対の討論をいたします。理由はマイナンバーカードについてのシステム変更予算、これは国の10分の10ではありますけれども、これでありますが、内容については後ほど申し上げます。本補正予算は次の3号補正とも関わって、主に新型コロナウイルス感染症対策の補正でありますが、感染症拡大防止や各分野での取り組みの前進と課題が鮮明になったと思います。
本予算の中心になるコロナ対策で、私たちが課題としてきた PCR 検査センターの予算化が実現をいたしました。医療関係者との連携など、随分な努力の結実したものと評価をいたします。また、これは市長が議会の審議の中ですけれども、市長が25日の答弁の中で、4月の危機的状況の下で、感染拡大を防げたことの要因に、コロナ感染防止を自分ごととして捉え、努力してきたことだと言われております。行政運営の中でも、今議会の審議の中でも、このことを実感いたします。医療関係者への感謝を表明されましたけれども、感染拡大の下で、当地域で感染病病床を唯一持つ松阪市民病院の果たされた役割は、何者にも変えられないものとなりました。まさに自分ごととして全力を尽くされている医療関係者、病院関係者に改めて敬意と感謝を表するものであります。教育の面では、この間、絆ダイルの実践、あるいは就学援助の支給枠の拡大など、前進が図られました。子どもたちの学びの保障の実践の共有など、確認できると思います。一方、課題として感じるのは、全部局が自分ごととして施策に取り組めているかどうかという角度であります。経済対策や第3号の観光施策もありましたが、3号の質疑を行った中で、コロナ感染が収まっている前提に予算編成した、2次3次を危惧する、事業は慎重にやっていくという、と答弁がありました。これらの取り組みに、全市が自分ごととして推進されることの大事さを強調したいと思います。今議会は6月18日の開会時に、市長から三重松阪マラソンの1年延期という発言から始まりました。私は本会議の質疑において、市長の所信表明を変えることになるのが、これほどの問題が新型コロナ問題だと申し上げました。そして、年間総合予算や中期財政見通しにまで影響することが確認されました。従来の補正予算審議とは違った意義が見出されたと思います。多くの点で成果と前進があり、課題も示せる本予算でありますが、マイナンバーについては反対せざるを得ません。松阪市が特にということではありませんが、全国で臨時交付金をオンライン化したことでの混乱が生じ、批判が高まりました。松阪でも一定の不具合があったと聞き及んでおります。今回の補正はマイナンバー普及の利便性を図るということでしょうが、行政が個人を管理するという本質は変わりません。この分野において反対であります。最後ですが、喧嘩の少なくない議会で質問の自粛が行われたと聞き及びます。当議会ではそうした措置はなく、可能な限り質疑一般質問とも力を尽くさせていただきました。当局は大変だというより、しっかりとした議論を行ってこそ、コロナ対策も進むということを確信をいたします。そういう意義のある議会であったということを申し上げまして、討論といたします。以上で通告による討論は終わりました。他に討論はありませんか。はい、これにて討論を終わります。これより採決を行います。議案第61号に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告通り決するに賛成の議員の挙手を求めます。はい、ありがとうございました。挙手多数であります。よって議案第61号、令和2年度松阪市一般会計補正予算第2号は原案通り可決されました。次に議案第69号、松阪市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正についての討論を行います。討論の通告がありましたので、発言を許可いたします。24番、浜口議員。はい、浜口議員。本議案は特別職の6月賞与の減額と同様の理由で重定されたものであります。特別職の6月賞与の減額に関して、市および特別職に落ち度はなく、逆に新型コロナウイルス対応で業務が増えているので、減額には反対です。
特別定額給付金に関して、職員さんはゴールデンウィークの休日返上で頑張っていただき、速やかに給付をしていただきました。特別職の皆様が陣頭指揮を取り、仕事をやっていただいたものと考えます。また、教育委員会委員においても、3月の突然の休校により、教育現場は混乱し、かえって業務が増えていることと思います。報酬減額などせず、仕事に対する適正な報酬はしっかり受け取っていただきたいと思います。そして、新型コロナウイルスの影響が大きい飲食業等に対してしっかり地元で消費していただきたいと思います。市長も職員にはそうしてほしい旨答弁をされております。今回の教育委員会委員の報酬は条例改正です。特別職に関しては6月の賞与1回に限ったものなのに、なぜ教育委員会委員の報酬の減額は恒久的なものなのか。提案説明では、新型コロナウイルス感染症対策で今後さらなるきめ細やかな支援策が求められ、市の財政状況がより一層厳しくなることが予想されますことから、教育委員会委員の皆様から減額の申し出に基づき、当該対策事業の財源とするために改正を行うものであるという説明でしたが、教育委員会委員の報酬は条例の本則の改正であります。特別職に関しては、6月1回限りです。この本則を改正するということが、提案理由の説明と整合が取れないということで、なぜ恒久的なものにするのか、また、減額された金額の根拠は何かと、質疑したところ、県内他市に比べ、松阪市は報酬が高めであったため、平均に合わせて下げたとの答弁でありました。そういう理由なら納得できます。上程時の提案説明にて、減額するきっかけとなったことだけ説明し、本当の理由、県内他市と比べ高かったので下げたというのを説明しないのは、提案説明として問題があったのではないかと考えます。今後こういうことがないようにきちんと上程時に提案理由の説明をするよう意見をつけ、賛成討論といたします。以上で通告による討論を終わりました。他に討論はありませんか。はい、これで討論を終わります。これより採決を行います。議案第69号に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告通りに決するに賛成の議員の挙手を求めます。はい、ありがとうございました。挙手全員であります。よって議案第69号松阪市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正については原案通り可決されました。次に議案第78号松阪市休日夜間応急診療所条例の一部改正について討論を行います。討論の通告がありますので発言を許可をいたします。25番海獣議員。海獣議員、では、議案第78号松阪市休日夜間応急診療所条例の一部改正についての反対討論を無所属の会未来を代表して行います。この改正案は松阪市が市休日夜間応急診療所 PCR 検査センターの実施機関、巡回診療ということですがとしての位置づけを図るためのものです。しかし改正部分はきちっと PCR 検査センターを位置づけるものではなく等という言葉で包括しようとしているので改正されても PCR 検査センターの実施機関かどうかは条例を読んだだけではわからない条例の構造となっております。なぜこのような改正をするのか常任委員会で執行部に尋ねたところ PCR 検査センターは臨時的なものだからという答弁がありました。耳を疑いました。この答弁で初めて今回松阪市が設置しようとしている PCR 検査センターは臨時的なものであることを知りました。設置場所も明らかにされないレンタルのプレハブ建てということであるのでいつでも撤収できる上その存在は
条例を読んでも不明ということになります。等という言葉を加えただけで PCR 検査の実施の条例的根拠となるのでしょうか。であるならばことさらこの条例改正はなぜ必要なのか疑問とするところでございます。条例に対する考え方が著しく不誠実であると言わざるを得ません。県から委託を受けた松阪市が実施機関ということにして、そこから医師会ないしは産病院に委託すれば済むはずであるのに、ことさら休日夜間応急診療所にかませなければならない理由は不明です。よって本条例改正案には反対いたします。以上で通告による討論は終わりました。他に討論はありませんか。これにて討論を終わります。これより採決を行います。議案第78号に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告通り決するに賛成の議員の挙手を求めます。はい、ありがとうございました。挙手全員であります。あ、もとい挙手多数であります。よって議案第78号、松阪市休日夜間応急診療所条例の一部改正については原案通り可決されました。次に議案第88号、令和2年度松阪市一般会計補正予算第3号について討論を行います。討論の通告がありますので発言を許可いたします。8番田中議員。はい、田中議員。議案第88号、令和2年度松阪市一般会計予算第3号の反対討論を行います。今回の補正予算3号についてはおおむね理解しておりますが、どうしても納得いかない項目がありました。民生費の児童福祉費、公立保育園の春日保育園移転改築事業費の1568万5000円であります。この事業費には保育園厨房から出る換気扇の風が道路を隔てて立っている家の洗濯場に当たり匂いがつくので、換気扇前に壁を作り匂いがいかないようにする工事で480万円かかります。現地調査をしてきました。大きな油圧線換気扇が4台ついています。家までの距離は16メーターから17メーターぐらい、最終的には200名以上の子どもたちの給食を作ります。ここについている換気扇が油圧線のため風圧がかなり強いで、あといろんなところの換気扇の排気がこの場所に集中しております。建物がユニバーサルデザインであるため、木の香りがして優しい気持ちにしてくれるデザインで、換気扇の排気を屋根に向かって排気する設計は難しかったかもしれませんが、明らかに私の思いでは設計ミスではないかなと思いました。このような臨機から、このような問題が起きるとすぐ市は予算化して追加工事をつけますが、これは設計の段階での問題ではないかなと私は思いました。多分設計の時に、住宅地であることは理解していると思います。しかしその廃棄場所に対面の家がどのようになっているかを検討されたのでしょうか。果たして今回480万円を使用する壁だけで良いのでしょうか。匂いの問題です。また新たに追加工事で扇風機の取り付けなどによって予算を使うのではないでしょうか。これらのことを考えて反対意見を、議案第88号、令和2年度松阪市一般会計補正予算3号の反対討論とします。以上で、通告による討論を終わりました。他に討論はありませんか。はい、これにて討論を終わります。これより採決を行います。議案第88号に対する委員長の報告は可決であります。
委員長の報告通り決するに賛成の議員の挙手を求めます。はい、ありがとうございました。挙手多数であります。よって議案第88号令和2年度松阪市一般会計補正予算第3号は原案通り可決されました。次に議案第62号から議案第68号まで、議案第70号から議案第77号まで、および議案第79号から議案第87号までの以上、議案24件に対する討論に入りますが、通告はありませんでした。よって、これをもちまして討論を終わります。これより議案第62号から議案第68号まで、議案第70号から議案第77号まで、および議案第79号から議案85号までの以上、議案22件を一括して採決をいたします。本件に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告通り決するに賛成の議員の挙手を求めます。ありがとうございました。挙手全員であります。よって議案第62号から議案第68号まで、議案第70号から議案第77号まで、および議案第79号から議案85号までの以上、議案22件は原案通り可決されました。次に議案第86号および議案第87号の議案2件を一括して採決をいたします。本件に対する委員長の報告は承認であります。委員長の報告通り決するに賛成の議員の挙手を求めます。はい、ありがとうございました。挙手全員であります。よって議案第86号および議案第87号の議案2件は承認されました。